はい、どうも、都市伝説ミュージアムです。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、都市伝説ミュージアムとは、昔懐かしいオカルトや都市伝説などをされて楽しむというコーナーでございます。はい、今回私がお話しするのは、絶対に歌ってはいけない童謡の真実。はい、絶対に歌ってはいけないとですね、ネットで噂されているある童謡があるんですけれども、そのお話をさせていただきたいんですけれど、その前にちょっと話したいことがあるんですよ。その前に、はい。昨日ね、島田秀平さんと収録したじゃないですか。はい、ほんでもう13時集合で終わったのが夜の2時。ね、もう12時間以上かかってた。そうそうそう、かかってて。で、まあ送っていただいてね、はいはい、夜電車もないからって言って、うん、撮影場所から送って、っていただいて、僕も家の目の前まで来たんですよ。はいはい。で、また今度ね、ありがとうね、今日は、って言って別れて、うん、歩いてたら、うん、家の前の、なんか飲食店みたいなところで、うん、男女数名が揉めてるんですよ。数名。そうそう。はい、で、その中の、結構体大きい男と、うん、40代ぐらいの綺麗めな人が、女性がね、うん、なんか馬乗りになってた男が女に。うん、で、もう、ボコボコしてるんですよ。やめてやめてって言うて、うん、下はね、うん、周りの人はあって周りの人ってのは知り合いっぽい人なの？わかんない、それも、そうもわかんない、わーって、うん、男の人は何やろーみたいな、うん、でそれやめてって言ってて、飲めないから、うん、これあかんろと思ってスーッと入ってって、うん、なんか入ってって、こんな入りがすんの？入ってって、そうそう、でも馬乗りになってるところの中手入れて、うん、ちょ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 って体押さえつけたんですよ、うん、したらバーン弾かれて、うん、もうこっちか、首がこう殴られて。お前にもやってきた。そう、やられて。うん、そしたら周りにいた人が、うん、警察呼んだよーって、うん。そしたらわーっと逃げていくんですよ、その怖い人がね。殴ってたやつ。そう。うん、警察呼んだよーの声になぜか僕もびっくりしちゃって、僕も家に逃げちゃって。いやいや。走って。だとしたらだから、そこだけ見たらお前がなんかやったって思われかねない。まあ女性に近いのは僕でしたからね、その間に入ってるから。なんですけど、うん、もう、偉いじゃん。もうそうそう、まあでもその、だから女性がどうなったか分かんないんですよ。首だけ殴られて。逃げちゃったから僕。まあね、でもまあまあ、そのまま殴られ続けるよりはいいでしょ。そう。で、どうして揉めたかも全く分かんないし。まあね。そう、分かんないまま、家帰って、うわー、首、殴られても痛くはないですけどね。うん。ああ、殴られちゃったなーと思って、ドアガチャって開けたら、奥さんが、はっ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 、って、うん、夜の2時過ぎですよ。うん。YouTube で、うん、ダンス踊って一緒に痩せましょうみたいなやつ、ね、うん、そう、をやって、うん、つって、はっ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 、おかえりーって汗がファーなや、こいつと思って。いやいや、どういう話これ。なや、こいつ。どういう話だ旦那が、ちょっとええことして、首殴られて、うん、でもなんか、ありがとうございますとも言われんと。まあまあでもそれは関係ないからね。ありがとうございますとも言われんと。そのまま家逃げて帰って、ぐっと開けたら、ふ、は、ほ、は、ほ、は、おかえり、さ、お、は、は、は、狂ったように踊ってて。いやいや、それとこれとは関係ないから。で、帰ってきてご飯作るからって2時過ぎですよ。起きてくれててね、ありがとうねって言ったら、私ね、狂ったように。踊ってたって言ってて。やっぱ狂ってるの踊ってたんや。僕が思ってたのと同じやった。言わないから、自分で。私ね、たん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 。私ね、うん、狂ったように踊ってた。何そのセリフ言ってましたね。聞いたことないわ。4分経っちゃったわ。うん、ちゃんと話しますよ。何の話だ童謡です。関係ねえ話。歌ってはいけない童謡の話したいんですよ。だいぶ長かったぞ。歌ってはいけない童謡って言うとね、やっぱさっちゃんとかがね、頭に思い浮かぶと思うんです。あの何番がどうなんでしょ？そう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 、幻の4番、5番だって言われてるんですけれども、うん、そのさっちゃんのお話をさせていただきます。はい、まずさっちゃんっていうですね、童謡というのは、うん、1959年にこれ作られたものなんですね。はい。で、このさっちゃんを作った方というのはですね、作曲者の大中さんという方が、うん、作詞家の坂田さんという人に頼んで、ちょっとお願いしますということで作られたんですよ。それが1959年に、まあ、初めて歌われたのがルーツなんですね、はい。で、これ3番しかないんですよ。うん、皆さん知ってます？さっちゃんはねって言って3番までですよ。で、まあ、バナナの話があったりとか、うん、お引越しするのかなみたいなくだりがあったりとかで3番なんですけど、その続きがあるっていうんですよ。うん、その続きを歌ってはダメだよという話なんですね。はいはい。こちらを読ませていただきます。歌うといろいろあれなんで、うん。はい。まあ、さっちゃん3番から歌いますね。うん。
さっちゃんがね、遠くへ行っちゃうって本当かな？うん。だけどちっちゃいから僕のこと忘れてしまうだろう。寂しいな、さっちゃん。うん。これが3番、最後ですね。はいはい。はい。4番があると。4番。さっちゃんがね、おべべを置いてった本当だよ。だけどちっちゃいからきっともらいに来ないだろう。悲しいな、さっちゃん。おべべっていうのは着物のことですね。うん、さっちゃんが、まあ、着物置いてったと。うん、まあ、ちっちゃいからもらいに来ないだろうな、悲しいな、さっちゃんという5番なんですよ。はい。5番から急に変わるんですね。で、この5番というのを歌ってはいけないと言われてます。5番を歌うと、呪いというものが歌った人間に降りかかる。そうなんですよ。では行きますね。さっちゃんはね、線路で足をなくしたよ。だから、お前の足をもらいに行くんだよ。今夜だよ、さっちゃん。だいぶ変わったな。そうなんですよ。3番までは可愛らしい話、うん、まあ別れがあったと。で4番は、まあ着物忘れてたな、悲しいな。5番になったら急に線路で足なくしてお前の足取りに行くからなっていう、ホラーテイストに変わるんですね。そうなんですよ。で、同じ時期に実は流行ってるんですよ。うん、こちら4番、5番っていうのは1999年に、なんか2チャンネルの呪いみたいなありましたよね、うん。そうね、なんかそんなんであったような気がする。そうそうそう。まあこの世紀末ですよね。ね、20世紀末に、まああのネットが普及して、その中でこのさっちゃん4番、5番っていうのが、実は皆さんに広まっていったっていう話なんですけれども、実はこの5番の線路の話なんですけど、モデルがいるんじゃないかと言われてるんですよ。ほう。はい。モデル。そうなんです。で、このモデルというのが、桐谷幸子さん。ああ、もうまんまなんだね。はい。さっちゃんなんですよね。うん、北海道の室蘭市ですよ、うん。そこで線路がありまして、うん、まあその幸子さんが事故にあって、上半身、下半身切断されたと。うん。電車でね、引かれてしまって、うん、でその時に、北海道の寒さで極寒ですから、うん、この血管みたいなところがギューンと固まって冷たくなっちゃって、うん、カチカチになって、うん、要はちょっと3時間ぐらい生きたって話があるんですね。あの、出血をしなくて、ね。はい。血が止まっちゃって、はいはいはい、で、そのまま3時間生きて、うん、ずっと恨みながら苦しみながらっていうので3時間あったって話があるんですよ。でそっから、ひじこさんっていう、あの、上半身だけが肘で追いかけてくるっていう、ひじこさん。あと、テケテケとか、そういったものに、まあ、派生していったというモデルの話じゃないかって言われてるんですよ。うん、で、このさっちゃんの5番っていうのが、そのモデルになった、さちこさんの歌を歌っているんではという、話、なんですね。まあまあ、言ってることはわかるわ。はい。で、これっていうのが、実は、5番までが有名なんですけど、5番以降もあるんですよ。あ、まだあんの？そうなんですよ、うん。あんま知られてないんですけどね、うん。さっちゃんはね、恨んでいるんだ、本当はね。うん、だって押されたからみんなとさよなら。悔しいね。あいつらだ、さっちゃん。っていう、線路にまるで押されて、上半身下半身切断されたんじゃないかっていう。ああ、ストーリー性が出てきたんだ、今度は。押した相手を恨んでます、うんうん、という話なんですね。遡ったね。はい。7番いきます、うん。はい。さっちゃんはね、仲間が欲しいの、本当にね、うん。だから君も連れて行ってあげる。優しいでしょ、さっちゃん。うん。要は、仲間を連れて行くというのは、うん、死の世界に、という話ですよね。道連れを。はい。8番でございます、うん。さっちゃんもね、悔しかったんだ、君のこと。なんで君は生きてるの？君が欲しいよ。欲しいな、さっちゃん。うん。亡くなった。うん、生きてる人間が羨ましいと、うん、だから君が欲しい、生きてるっていうのが欲しい、だから君を道連れにしたいという、うんうん、もうなんか最初は自分を押した人間とかこの歌を歌った人間と道連れにするぞっていうなんか不特定多数ではなくって、ね、もう顔が見える個人を狙ってるんですけど、うん、なんかここでは結構多数で生きてるあなたが羨ましい、だから君を連れて行きたいっていう、もう一人じゃなくて、なんか何人かに言ってる感じになっています。うん、そして、9番です。はい。さっちゃんはね、今日が死んだ日だから、誕生日が欲しいな。でも決めたんだ。お前が欲しい、さっちゃん。うん。不特定多数から狙いを定めています。またキューッと。うん。はい。もう今日が死んだ日だから、誕生日なんだ。だからプレゼント欲しいんだよ。お前が欲しいんだよね。っていう。うん。さっちゃん。そして10番でございます。うん、さっちゃんはね、うん、この歌聞くと落ち着くの。あなたも一緒に歌わない？あの世で、さっちゃんっていう。うん、要はもう、この世の誰かを恨んでるんじゃなくって、うん、もう一人誰かをぐっ
と連れ去ってあの世に、うん、で、あの世でこの歌一緒に歌いましょうっていう風に、だから事故の話なんですよ、何かをやった。はい、話終わってきたんだ、ね。っていうのが、これが1番から10番の話なんですよ。うん、で、もっと調べると、これ99番まであるんですね。かなり長いです。長っ。はい。まあ、ロードみたいな。いやいやいや。感じ。最終章みたいなね。よくそれは続いたね、その物語。そうなんですよ。99に分けるほどない話だと思うね。99番っていうのが幻の歌というのがありまして、うん、99番歌います、うん。さっちゃんはね、私を殺した奴にね、自分の魂すりつけてみたんだよ。仕返しだ、さっちゃん。うん、不特定多数ではなくて、やっぱり自分の背中を押した誰かを恨んでいて、うん、自分の魂をすりつけて、うん、恨んで仕返しするという風に変わってるんですね。なるほど。はい。うん、徐々にもう、そうなんですよ。ネタがなくなってきてるんですね。11番から98番何歌ったんやって思いますよね。もう一回擦り直したじゃんって思って。そうそうそう。うん、なんか、リメイクというか、エピソードゼロみたいなところに最後行ったっていう。なんかすげえ締まり悪いけど。だから本当に多分、50番ぐらいで普通にステーキ食ったとか、うん、飯食ったって歌も多分入ってると思うんですよね。だから、ね、生前の、なんか良かった記憶とかの話が入ったりとか、そうだと思いますよ。なんかね、全然関係ない人の話になったりとか。恨んでるって言っても、足りないよ尺が。いや、ほんまそんな言うほど実は恨んでなくて、うん、いい思い出もあったんですけどね、さっちゃん。何のがあったかもしれない。葛藤があったりとか。うん、その後、いや、でも、やっぱり押されたし。腹立ってきたわ。腹立ってきたわ、あいつ。うん、やっぱ恨みます。うん。さっちゃん。いや、思ったよ。うん。あと、語呂どんどん悪くなってきてるし。そうなんですよ。で、リズム感悪い。この、さっちゃんのモデル。っていうのが、さっき言った桐谷さんなのかなーってあったじゃないですか、4番、5番でね。で、これ、実はそんな人存在しなかったんじゃないかって話もあるんですよ。ほう。室蘭市でそんな事件なんてない。事故なんてない。うん、そもそも、お腹と、下半身が切断されて、うんうん、北海道の、まあ、寒いとはいえ、その寒さでは、やっぱり血管固まらない。そうなんね。そうなんですよ。固まらないんじゃないかという、科学的にも、これは無理ですよって言われてるんです。だから作り話じゃないかと、話なんです。じゃあ、もともとのこの1番から3番までのさっちゃんって誰がモデルなのっていう。ああ、その、怖い話じゃないところの、最初のさっちゃん。はい、誰にこれは、まあ、当てた歌なのという話ですよね。でも作詞家の人に、ね、坂田さん。関係してる人じゃないよ、ね。しかも、坂田さん、これ英語版とか、なんか歌詞を変えてどうにかとかって言われても全部断ってるんですよ。ってことはこのさっちゃんというもの、歌。うん。聞いてはこのさっちゃんのモデルにかなり、なんか強い思いを思って作っていると、これ伺いしてますよね。うん、うん。このモデル実は、うん。阿川さんじゃないかって説が。なんで急に？あります。ほうほうほう。というのも、うん、この作詞家の坂田さんと仲いいんですよ。ずーっと仲良くって。うんうん、で、阿川さんも、これ私の歌なんじゃないかと思うって言ってるんですね。うん、仲良かったしっていう。そうなんですよ。うんうん、あれって、うん。これ。もしかしてこの芸能人というか、著名人なんじゃないかっていう話があるんですよ。うんね、しかも、うん、その坂田さんと仲のいい、これ信憑性高いじゃーんって思ったんですけど、うん、坂田さんが違いますって言う。うん、言ったんだ。阿川さんではありませんと。阿川さんちょっと恥ずかしいね、そうなんです。阿川さんではないって言ってるんです。うん、じゃあ、阿川さんじゃない。幸子って誰なの、ね、って話なんですけど、そうそう、これ、坂田さんがですね、幼稚園で出会った年上の幸子さんというですね、少女が、まあ、転園、幼稚園から、はいはいはい、転園した時の思い出が元になっているんですよ。実際のモデルはいたんだね。はい、なんですよ、うん。で、この該当人物というのがいらっしゃるから、うん、要は配慮したため長らく公表されず、質問されても適当にごまかしてたんですよ。だからこういう風な、なんかおかしなね。うん、例えば、これは亡くなった桐谷さんが、とか、阿川さん勘違いしたりとか、っていうのが、黙っていたことによって、いろいろ派生して、変なことが起こったから、まあ、そうなんよってなったんだ。はい。で、大中さん、作曲家のね、大中さんが坂田さんに、さっちゃんのモデルって誰なんですかって、そこもなんか共有しなかった。そうなんですよ。誰なのって聞いたときに、坂田さんは、いや、これはですね、天王寺動物園にいるチンパンジーの名前だよって嘘ついたって話が。スーパー適当な言い訳したんだ。そうなんですよ。うん。そう。で、ほんまにチンパンジーだと思ってたって。なるほど。大中さんはね。だって本人が言ったらそう思うでしょ。もう実際に、いろんな話が起きてついて、99番まで行っちゃってるんで、ね、まあ、それはね、
まあ、亡くなる寸前の話ですけど、前の話ですけど、うん、それでちょっといろいろあって、まあ、じゃこれ言いますわということで、うん、実は、まあ、幼稚園の年上の、まあ、先輩の幸子さんという話なんですよ、っていうふうに明かしたという。なるほど。だからみんなの妄想みたいなのが暴走、暴走しちゃったわけだ。そうそうそうなんですよ。だから実際は、うん、まあこの坂田さんが、まあ初恋だったんですかね。うん、初恋の幸子さんに当てた。気がついたら呪いの歌にされてるって最悪だよね。そうそうそう。なんだよ。俺、そんなつもりじゃねえやつなるよな。覚えてらっしゃいます？あの、チェーンメール。これがまあ、90年代後半から20年代頭ぐらいまでありましたけれども、そこでもさっちゃんの話があったりだとか、例えばですけど、この歌だったらダメなんですとか、5番を送ってくださいとかね、これを誰々にとか、あと、さっちゃんが来ること怖いんで、これをやったらさっちゃんを防げますよみたいな話もありましたよね。例えばバナナが半分しか食べられないよ、ちっちゃいからっていう話があるんですけど、だからバナナが怖い、苦手なんですよって言って、なるほどね。そう、バナナを置いたりとか。うん、それちょっと話違う気するよ、はい。あと、バナナの絵でもいいみたいなね。あ、写真でもいいから枕元置いてたらさっちゃん来た時に怖いから逃げちゃうみたいな話もあったりとか。うんうん、なんやそれって子供の浅知恵で考えたようなそうね感じですけど、まあそこまでだったんですけど、そっからまあ2チャンネルっていうのがあって、じゃあ99番までみたいな、うん、だからパターンとしてはまあさ、うん、なんか呪いの手紙みたいなのちょっと近くて、うん、そうですね、最初子供が適当にいろいろ作って可愛いじゃん、その バナナで防げるとかさ、うん、まあバカっぽくていいなって感じなんだけど、うん、どんどんやっぱ大人が介入してきて、無理やりしようね、どんどんそう半分でとか付け足して、はい、リアル事件っぽくしたりとかすることによって、まあ、ちょっとそうなんですね、子供には怖いなっていうものになった感じよね。はい、淡い初恋で、ね、まあ宣言しちゃったってだけの話なので、全然違ったんだよね。なので全然怖がることはないんで、でしょうね。はい、4番5番、まあ歌ってもらっても構わないでしょうね。です。何も起きないので、語呂悪いんで歌いづらいと思いますけどね。そうそうそう、線路でね、文字数余ってないから。はい、で、うん、で僕がね、今回、うん、まああのコメントにいただきたいのが、うん、そのちっちゃい頃に、例えばこういう歌で、うん、さっちゃんの話でもいいですけど、例えばチェーンメールとかでいいですよ。ちっちゃい頃に怖かったけど、まあ後々考えてみたら今怖ないよな、みたいな。ちっちゃい頃あなたたちを脅かした何かそういうチェーンメールとか童謡、歌みたいなものを送っていただきたいです。あー、なるほどね。はい。例えば地方とかで、こういう歌がありまして、とか、なんか一般的に広まってないものも結構あると僕は思うんですよね。まあね、生ハゲとか今でこそさ、みんな知ってるけど、ね、はい、知らなかったらすげえ風習だなって、ちっちゃい頃は怖いですよね。だからそういう風に、まあちっちゃい頃怖かったなぁという、まあそういう地方にまつわるお話をお願いいたします。はい、以上です。ありがとうございました。